はい、えー。当チャンネルでね、ポール・ジョージのことを特級呪物 PG-13 と呼んでるんですが、なぜそう呼ばれるのか。まあ、それより何よりね、えー、ポール・ジョージが FA でシクサーズとかマジックあたりに移籍するのかなと思いきや、どうもね、マックス契約求めてるらしくて、サイントレードが濃厚ということで、ポール・ジョージに4年契約を渡すのか渡さないのかというね。というか、それを引き売り入れるのっていう。 で今上がってる案がゴールデン・セット・ウォーリアーズとニューヨーク・ニックスなんだけど、まあそれまでのね、歴史を先に振り返っていきましょう。ポール・ジョージが移籍、えー、を要求したとき、サンダーが手を挙げて出したアセットがオラ・ディポとドマンタ・サワネス。うーん、スティール王とリバウンド王。で、オールスターも選ばれて、オール・ニュー・ビエチームも片方選ばれてるのかな うん、まずね、この段階で全然もう見返りが釣り合ってない。ポール・ジョージとオールスター二人、をどっちがどっちなんだっていうね。まあ、ペイサーズ得しましたよね、この時っていう。うん。で、もっと得したのが、はい、見てください。3だ。<laughs> やばい、クリッパーズに行きたいって言った時のこれ。まずね、一巡目指名権がね <laughs>。え、何個 ?1、2、3、 四五にスワップ券が二で、実質7.5ぐらいなのかな、7個ぐらいうん。実質まあ6個、うん、って言えるのかなで、見てくださいね。シェイが動いてる。これ MVP 投票で2か三位じゃなかったっけあれって、今多分 NBA で1番か2番にクラッチタイムに強いプレイヤーでしょ、これ。 いや、このシェイと比較できる選手ってね、数値的に誰って言われて、俺マイケル・ジョーダンって言っちゃうんだよね。だってフィールドゴールパーセンテージ50%で、スリーポイントが30%で、で、ミドルレンジの,あのテクニシャンでしょ、この人。で、まあドア、ダイエンクもドライブもできる。うん。で、ゲームメイクまでできるというね、この人、すごい人でしょ、多分。 うん、シェイ。で、ダリールのガリナリ。まあ、これはいいとして、なんか、ナゲッツに似たような気もするし、ニックスに似たような気もするし、まあ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 ,まあと。で、はい、見てくださいね。この一巡目指名権で何に変わったか。まず、トレイマン。あれって。うん。まあ、そこそこベンチの置いとくにはいいぐらい。で、それよりこっちこっちこっち。ジ,ジェイレン・ウィリアムス。あれって。あれこの人、サンダーで多分次の契約で30ミリオンぐらいは確実もらえる人でしょう。 えー、このスワップ券とかね、で、今年の受けやつは何が来たのかな、トピッチはあれ違うのかな、うん。で、この、なんだろう、ポール・ジョージと交換でやってきた相手、またはその見返りでもらった新名券が何に変わるかって、もうとんでもないことになってるでしょ。だから今回、えー、っと、5連戦とウリアスとニューヨーク・ニックスが誰を出すのかっていうのに注目で、で、どちらが採用されるであろうかっていうね。 まず見てください。ニューヨークニックスの場合、ランドル、ミッチェル・ロビンソンにボグダノビッチ。まあ、この人たちがオールスターとかオールニュー NBA に選ばれたところで、そんなにね、うん、なんか驚きはないよね。ということで、こっちだと思います。ゴールデン・スット・ウォーリアーズ。まず、クミンガでしょ。クミンガが今後大成長して、とんでもないことになるんじゃないんですかっていう。 ムーディーはちょっと器がちっちゃい気がするなぁ。で、ウィギンスが復活する可能性もある。うん。ウィギンスこの人ね、やる気に問題があるだけで、能力的には問題がないから、だからどっちなんだろうっていうね。<laughs> まあ、俺はゴールデンステットウォリアーズがポール・ジョージというのを引き受けて大変なことになるんじゃないのかなって。というか、ゴールデンステットウォリアーズってはっきり言っちゃうと、 2,3年前に社長か、G、あ GM が変わったのか。それでなんか動きがもうおかしくなってんだよね。ジョーダン・プールにでかい契約を渡したり。えー、クレイト・オンプソン、うん、うまく説得できてないあたりもなんかあれだし。で、ポール・ジョージ引き受けますかっていう。34歳、35歳になるポール・ジョージ、ここから4年契約を渡すんですかっていう。で、それと対価で出すのがクミンガえー、って。クミンガ多分20 得点8リバウンドぐらいの選手になると思うんだけどね、こっから。ええーっていう。ということでね、あ当チャンネルでは、ポール・ジョージのことを特級呪物 PGA13 と呼んでからかってはいるんですが、皆さんどう思いますかと。えー、ちなみに言っときますと、ポール・ジョージがペイサーズにいた頃、我が輩はペイサーズファンでしたと。はい。<laughs> ということで、まあね、えー、いじり倒して遊びましょうと、じゃあ失礼します。